2練習、三種がなくて5に練習。良い子のみんなも先生にいろんなことを話してくれます。今日はみんなが大好きひげじいさんをドラえもんアンパンマンバージョンで置き換えて楽しく歌いながら弾いてみることもおすすめします。ひげじいさん、表紙を変えて弾いてみました。左手の音が難しいときはルートオンコードで弾いてみたり、コード層で弾けるととっても演奏の幅も広がります。コードネームをぜひ覚えてピアノの伴奏に取り入れてみてください。一段譜があるといろんなバリエーションで弾けるようになります。コードネームをしっかりと覚えて、平音記号が難しいという苦手意識を捨てましょうね。平音記号が難しいと独譜が難しくなり、ピアノは難しいなと思ってしまいます。平音記号の音が難しいときは和音コードネームで考えて弾いてみることをおすすめします。最初はグー、生まれたて1歳2歳。